鬼滅の刃柱稽古編第1話のネットの感想、反応を紹介します。全8話説、初回と最終回で1時間やるとしたら90話分くらいの尺になるか、さすがにゆっくりすぎない？ 9 月までだったりして。どのタイミングで柱稽古編は最終回を迎えるのかが気になる、無惨が産屋敷と対話した後くらいかどうか。海外のリークは全8話。合ってるかは知らない。これまで奇数できてるので、俺の予想は全7話。柱稽古って原作10話少ししかないやん。アニメ1は原作2から3話なんだから結構アニオリしないと足りなくね。だから初回からアニオリモリモリ。BD は全4巻、5つに2話かね。全8話？ 1 巻が1話しかないから全7話だな。6月末なら全7話か、電源は省略だな。円盤は3巻だけ1100円高いけど4話か5話が長くなるのか、それとも3話収録になるのかどっちかな。柱それぞれの対象こそこそ1話1人で、煉獄さん渦井さん入れなかったら7話？基本最終話はこそこそない。こそこそ話が柱の紹介ってことだから額面通り受け取れば7話分必要だから全8話ってことかな。多分全8話じゃないかな、8話も拡大版で。1時間スペシャルか。前クールは1話と最終話が1時間でやってたね。遊郭から最初と最後は1時間、というか、立志と無限列車はどうだったかな？立志は全部同じだったような、無限は1話が例の兄折の1時間だっけ？柱稽古は長さ的に無限列車と同じ、長くなればなるほど兄折が増えるだけ。柱稽古編はどうやって尺を稼ぐのかね、兄折が多くなるのか。1話冒頭から兄折だからな。いきなり兄折か。急に盛られる蛇と風。風の目こんなバキバキだったっけ？バキバキだったわ。柱かける2投入ってのもだけど基本鬼って群れないのでは。弱い鬼は群れてる。柱2人とかオーバーキルにも程があるんでは。鈴村イグロをここで活躍させてもらえないと活躍がいつになるかわからないんですよ。相変わらず映画クオリティだな。そんなにエピソードあったっけ？と思ったら兄折持っていくのか。蛇の呼吸なんか恋の呼吸っぽいな。匂わせ。昔のジャンプアニメによくある兄折。なんか兄折のモブ鬼って、軒並み無個性というか、後藤気味が全くないな。原作者監修は入ってるだろうけど、ワニは口出ししてなさそうだな。柱仕留めないで逃げちゃったけどいいの？まあ多分、パワハラ上司に殺されてるんだろう。無限上に柱二人呼び寄せるとか、無惨様ならブチ切れてそう。兄折の鬼どもはなんやねん、無限上編にいたっけ？メタ的な理由だとあのシーン挟まないと風と蛇の活躍するのまた来年とかになっちゃうから、あの、姫島さんの活躍は？風柱がかっこよかったので満足してしまった、早く曇るシーンが見たい。冒頭で柱二人に余裕ぶっこいてた鬼が原作にいなかった穴埋め上録で兄折の柱稽古編ラスボスとかかね。柱が上限じゃないと相手にならんくらい強いって設定のせいで折鬼と戦うパート追加すると何手こずってんの？って全部ダメになるんだよな。柱だって人間だから物量で攻められたらどうにもならん。蛇の戦ってる姿って後半しかないから兄折でも見れたのは良かったわ。しかしこの頃無惨様雑魚鬼を強制加減化してる頃だしドーピングの副作用で飢餓状態の兵隊に食料運ぶ役目とするとただの雑魚ではないよな兄折鬼。漫画で泣き目に護衛がいないのは不自然だったし、兄折で追加したんじゃない。兄折は深く考えずに映像を楽しむに限る。実際原作だと数コマで表現された柱の稽古部分を映像で表現しようとすると、結構尺がいるはずだから2話以降は兄折と言ってもがっつり新規というよりは、原作を補完するタイプの兄折になるんじゃないかな。反天狗の悲しくない過去の走馬灯も原作だと見開き1ページのみで表現されてたものだが、映像で表現しようとすると刀鍛冶の里のあれぐらいかかったわけで、アニメはセリフ一つ言うにも時間経過が発生してしまうものだから。桜井柱継続。理由ってやっぱ性格悪いわ。そんなんだから嫌われるんですよ。米印煽っているのではなく本当に羨ましいと思ってます。簡単と言ってのけるあなたの実力が心底羨ましいです。これが簡単だなんて柱はすごいんだな。同情感を埋めても今の旗田の悪口だろ。言葉が足りない、言葉の選び方が悪い、コミュ障かな。言葉が足りないとかそんな問題じゃない。これコミュ障超えてるんでは？例のコマ。プリキュアが終わったので失礼する。失礼すんじゃねえ。親の顔より見た失礼すんじゃねえ。プリキュアスレで毎週見るセリフ。おい大抵をボイス付きで見れて感無量。目つきやばいけどすっごいまとも。キレて喧嘩仲裁されてるじゃねえか。悪いの富岡だし。富岡さんの柱としての自覚なさすぎてやばい。富岡さんの中では柱じゃないから。どの口でこんなこと言ってたんだろうこの人。
まあ、書いてる人が違うから。スピンオフだし。あの流れで失礼したのかよ富岡。本当に帰ってるところ想像するとじわじわくる。雑魚隊員鍛えるより、音柱を現役に戻した方が強くなるんでないの。じゃあ腕と面玉生やしてくださいよ。ロボ柱うずいてんげん。二刀流の剣士が片腕失ってどうするってんだ。はあはあ、刀の義手をつければいい。片腕と片目戻す方法ないから全盛期には戻れん。炭治郎はもう上限に引き倒したのに中合会議に呼ばれないのおかしいよね。単独で切ったわけじゃないから脳幹なんじゃない？柱見てるとやっぱ一段実力落ちてるしな。柱に次ぐ実力だけどねずこの人剣で信用が足りないからな。加減のルイスラ柱なら秒殺だからな。鬼滅の強さ設定はかなり尖ってる。俺は柱ではないとかよく言えるな。それぐらい柱でもない今の炭治郎でもできる。よって俺は柱ではない。証明完了。ラスト数分のカラスの声のせいでそれまでどんな話だったか全部すっ飛んだぞ。1話は早見カラスが全部持って行ってしまった。早見カラスは声がセクシーすぎて気が散るわ。なんで鳥の鳴き声に全然寄せなかったんですかね。カラスはいつも声優が豪華だけど早見翔はこれまで以上に贅沢なキャスティングだと思う。夜窓を開けたら早見翔のカラスが窓に止まって語りかけてきます。怖い怖すぎる。ホラーの導入かな。窓開けっぱなしは不用心だよとか悪役のセリフだよ。冒頭の城の戦いは網折りだったらしいけどそうなら良い網折りだったと思う。主題歌はツインブオーカルにする意味あったのか。男より女ブオーカルの方が良いと思ったな。オープニングは歌詞見ると親方様と無惨の曲っぽいからツインボーカルだったんじゃね。日輪刀を地面にぶっ刺す。くしくもやはりアンリミテッドブレイドワークス。親方様は鬼殺隊を無限に作れるからな。オープニング岩柱の呼吸だけ映さなかったな。初披露が楽しみすぎて震えるわ。そろそろオープニングを梶浦ゆきさんにやってほしい。フェイトゼロみたいな感じで。次はリサカエメと梶浦さんセットで聞きたいな。速報鬼滅の刃三振やアニメで視聴率 7% を記録。すごすぎて草。やっぱり鬼滅なんだよな。まあ社会現象になったアニメだからフリーレンとか呪術みたいな他の人気アニメと比べても頭一つ二つ突き抜けてるわな。あの派遣ブルアカですら 0.8 やっけ。稽古はまあ無限上までのためだよな、くらいのつもりでいたけどやっぱ面白いわ鬼滅。無限上は映画かな。柱修行が短い部早めに来そう。最終決戦は映画でやりたいだろうけど一回じゃ終わらん気もする。仮に原作140話から無限上編としてエンディングまで全66話もあるんだ。全部映画化なら4分割しないと無理だな。上限それぞれで1本作れそうな尺になりそうなんですが、テレビは先にせよ後にせよ列車同様全部やるだろうな。無限上テレビだと助かるが300億超えを見たい自分もいる。いやー無理でしょ。コロナ災いの娯楽不足があったのも大きいし。もう無理だろ300億超え。作品単体の力より時勢が。映画は無限列車編がたまたま尺もタイミングもあっただけでやりゃいいわけじゃないよ。鬼滅の刃柱稽古編第1話のネットの感想反応いかがでしたでしょうか。柱稽古編は短いので放送時期を染めかつ兄折もりもりで進める感じか。最初の兄折の風柱と蛇柱の戦闘が良かった。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。